一部がスタジオなんですね。あ、そうそうそう、この売店ね、いろんなものを売ってるんですけど、うん、私はあのこの後ろにぶら下がってる T シャツのほいほい、うららちゃん。え、何ですかそれ。なんかいろんなキャラの描いた T シャツとか売ってるんですけど、あ、なんか多分ギノワンのキャラっぽいです。あ、へー、あ、そんな何回も着てたけど気づかんかったな。かわいい、意外とかわいい、意外とって言ったらかわいい T シャツとか小物とか琉球ガラスとか ね、たくさんありますもんね。いろんなもの売ってますよ。あのお土産にもいいし、そうそうそう、でもちろん海ですぐ使いたいものとかも、うん、あの ありますね。貸し出し用 の、 あのビールサーバーとか、あ、はいはい、ありますからね。やっぱり生ビールじゃないと ね、いいですよね。このビーチでこの飲むビールが生ビールって最高じゃないですか。最高ですよね。缶じゃないんですよ、生なんですよ、うん、ね、やばいな、やばいな、やっぱ思いっきりですね、これやばい、これはビール飲むならこのぐらいやらないと。そうそうそう、思いっきり楽しむっていう、はい、いいですね。今日はね、はい、思いっきりエピソードでお待ちしております、うん、では1曲をお届けしましょう。またタイトルが、はい、ヘイヤビール、タイトルイーソビール、違います。ビールをビーチで生で飲む、やばいな。ねえ、消えてるんですか。誰も見に来たことないですよ。あ、そんなことはないけど。そんなことはないでしょ。いいですね。可愛いっていいですね。正義ですね。可愛いは正義。可愛い正義。そう、お知らせ。天気と道路。こっちで見ます。あ、天気はこっちで見ます。道路
サザンブリーズをお送りしております。はい、トルカビビーチからです。はいはい、ではここで沖縄地方のお天気と道路交通情報をお伝えします。お願いします。沖縄自動車道、はい、現在全線でスムーズに流れております。あ、よかったですね。はい、さあ、そして一般道です。はい、こちらどうぞ。宜野湾市大蛇名交差点と前原交差点の間両方向で渋滞しております。おお、結構ですね。まあ、ここはね、いつもですね。国道58号線国体道路入り口付近から茶炭交差点付近、断続的に両方向で渋滞しております。はい、そして58号線浦添市、すいません、大蛇名から、あじゃ手前まで、両方向で渋滞していますね。はい、東さん、マイク入ってますか？あ、入ってますか？はいはいはい。はい、58号がね、混んでます ね。ちょっと今日はさらに、はい、で、330号線は普天間から維新田の間、維新田向き渋滞しています。はい、そして漬け欄から普天間向き渋滞しています。そして漬け欄とライカムの間、両方向で渋滞して長い渋滞になっております。ね、全面的な渋滞って感じですね。なんでみんなライカムに行こうとしている。そうですね。遊びに行こうとしている。涼みに。トロピカルビーチ来たらいいですよ。確かに。でもこの道を避けて、まあね、いろいろと出発感ね。ねえ、大変かも。あとは、北中城戸口交差点から維新田向き渋滞しております。以上ですね。はい、あ、やっぱり夏休みは多いですね、車が。そうです。じゃあ、あんまり出てないんで。あ、本当ですか？俺、家と職場の話。僕はやっぱ多いと思って、ずっと行ってたら。そっか、でも今日とかね、観光客の方とか、ピークじゃないですか。そうです、本当にたくさんあのレンタカーとか走ってますよね。はい、はいはい、ツイキャスですか？ツイキャス行きますか？ああ、先近じゃあ、お天気ですか？お知らせします。はい、今日15日のお天気は晴れ、南西の風晴れ、波は 1.5 メートルでしょう。この後の降水確率は 10% です。はい、最高気温が切れてる。お、最高気温で、明日のお天気は晴れ時々曇りです。西の風晴れ時々曇り、波は 1.5 メートル後1メートルの予想です。最高気温はね、はい、34度です。34度です、はい、明日の最高気温34度と出ております。はい、明日暑いですね。はい、で、続いて、詳しく言いますと、はい、沖縄気象台発表、沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れています。はい、今日から16日にかけて沖縄地方は太平洋高気圧に覆われおおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。沿岸の海域では沖縄本島地方と先島諸島、波がやや高く、大東島地方では多少波があるでしょう。沖縄地方は今日は高温となっております。熱中症の危険が特に高くなる見込みです。はい、暑さを避け、水分をこまめに補給するなど十分な対策をとってください。はい、お願いします。はい、以上、お天気と道路交通情報をお伝えしました。はい、ありがとうございました。はい、そしてツイキャス、はい、いただいてます。ラブさん、ありがとうございます。東さんのビールをビーチで生で飲む、やばいなというこの発言がめっちゃ感情こもってましたと。確かにね、心込めていきますよ。あ、ひとみんさん、ありがとうございます。思いっきりと、エピソードありがとうございます。高校卒業してすぐに大阪行きを決めていたけど、土地勘なく部屋探しに苦戦、めんどくせえ、現地で決めよう、ナンクルナイサーで貯めたお金握りしめ飛び出しました。はいはい、しかしいろいろな事情からそこでも苦戦、しばらくカプセルホテルや野宿を繰り返した後、無事に寮付きの仕事に就き、営業ウーマンにと思い切ったなって。すげえ思い切り。チューバーですね。いやいや、まだカプセルホテルはまだわかるけど、野宿ってすごい。すごい。私も大概そんな感じで沖縄に来たんですけど、これさらっと書いてますけど相当辛いですよ。いや、レベル高いですよね。この時相当辛かったと思う。うわー、ひとみんさんすごいな。すごいな。すごい。あ、だってその後にね、その職場に初出勤の前夜、ひったくりに遭い。
軽率署で仮眠を取ることに、すっぴん寝不足で出勤した私に社長大好き根性を気に入られました。あ、それだけやってやるような子は面白い。あ、でその根性を気に入ってっていうことですよね。はい、出勤前夜にまたひったくり。大阪ですからね。大阪ですからね。言うてもね、僕だからね、ひとみさんに住んだところどこか聞いたんですよ、実は。以前、はいはいはい、大阪で、僕も大阪だから、はいはい、聞いたらね、そこはね、住んじゃダメだよっていうところでしたね。え、またそこを選んだんですか。そうなんですよ。そこは危ないよっていう。あ、でもよその人って知らないんですか ね。知らないかもね。もう、まあそのそこら辺とか、ね、ちょっとあのカルチャーショック受けるような場所ですよ。そうですそうです。本当に大変なことですね。ひとみさんすごい。ね、こんな経験してたらそれは強くなると思う。そりゃなりますよ、うん、家賃安かったからですって。まあ確かにそれは安いんです。そうか、安いのは安いなと思うんですけどね。相当安いでしょ。はい、ありがとうございます。さあそして、あ、宮城さん、今夜21時ギノガルフにゲスト出演する東さん、はい、毎回スタジオ前のギャラリーにはレギュラーの優子さんファンがたくさん駆けつけてますよって。そうなんですね。私たち寂しくなってきた。いいな。なんかね、そういうの見ると ね、アイドルいいな。いいな。いいな。ちょっと可愛く生まれたかったなみたいな。いいな。可愛いは正義ですね。意味わからんし。意味わからんことない。アイドル好きですもんね。アイドルマオソンね、僕も好きです。はい、沖縄大好きさん、アトロピカルビーチの放送です。ありがとうございます。大切ありがとうございます。ね、ありがとうございますね。そうなんです。さあ、いただいております。沖縄から放送しております。うん、もう家族連れの方とか、ね、ビキニの方とか、ね、いいですよね。美味しいの食べて焼き焼きしてる人とか、ね、いや、やっぱりね、夏をこう思いっきり楽しむって、はい、結構この1年の中で重要じゃないですか。あー、確かに夏を楽しまなかったら、あれなんか物足りない、そうそうそう、あれみたいな、なんか忘れてるみたいな。やっぱり、ね、子供の頃からの感覚で言うと、こう夏休みっていうのはすごいやっぱ大きなものじゃないですか、はいはい、その1ヶ月をどう過ごすかって、ね、はい、子供の頃から考えてるものとしてはすごい大きなものだったんですけど、はいはい、それを大人になってもどれだけ楽しめるかっていう。そうですよね。そうだからこのテーマにしたのは、最近思い切り何かやってるかなと、うんうん、なんかちょっとね、大人になってくると、まあ、こんなもんでいいかなみたいな、まあ、ちょっとね、まあ、ちょっと具合が分かってしまうんでね、加減したりとかやるじゃないですか。そう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 ね、なんかその、それこそなんかそのバーベキューとかでもね、うん、まあ言ったらいろいろこう準備を簡単にしたらこれでいいかなと思うけども、いや、それでもこの思いっきり楽しんでやろう、それこそなんですか、バーベキューマシンはもちろん用意もそうですけども、なんか何ですか、燻製マシンをこう用意したりとか、本格的なバーベキューをちょっと楽しんでみようみたいな、そういうのやると楽しいんですよね。うん、さっきのビールでも別に缶でもいいんだけど、あるから生で行こうよって、この違いね。そうそうそう、こういうとこめっちゃ思いっきり、ね、一生懸命やりたい。そうね、それだからそのもちろん生と缶ビールの違いが美味しいっていうのは当たり前なんだけども、はい、そこまでにたどり着くプロセスを頑張ったからこそより美味しいっていう、はい、それもあるはいですよね。いいですよね、そこも愛すべき場所ですよね。そうそうそう、はいはい、でなんかね、思いっきりやったら思いっきり失敗ってこともあるかなと思うんですよ。確かに、でもなんかすがすがしくないですか、 その失敗って。本当にそこそこ思いっきりやったからもうしょうがないよっていう、ね、とこですよね。そうそうそう、うん、だからちょっとシカシカ具はして、うんうん、これ通じる？シカシカ具はうちの口使ってみた。何ビクビクしてみたいな。あ、なるほどなるほど。してなんか、いや、どうしようって言ってるよりはもう失敗してもいいから思いっきりやってみようみたいな、うんうん、絶対その方がいいですよ ね。そんな感じで夏を過ごしてみてはいかがでしょう。お願いします。はい、あ、またいただいてます。沖縄大好きさん、お子様連れのお客様、ビーチパーリー楽しまれている皆様、熱中症に気をつけてお楽しみください。ありがとうございます。アナウンスいただきまして、トロピカルビーチのスタッフ風と、はい、ありがとうございます。アナウンスありがとうございます。そろそろ時間となってしまいます。今日も楽しかったです、はい、サザンブリーズお送りしました。お相手はゆきと、はい、あずまでした。じゃあ、この後も FM ギノワン楽しんでくださいね、はい、僕は夜9時に出演しますので、はい、よろしくお願いします。ずっとそれまでぜひチャンネルはそのままでお願いします。バイバイ、ありがとうございました。時間がなんか間延びしてるとこと、あ、今まとめに入ってくれて、あ、ちょうどいい時間だと思って。いやいやいや
ます。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございました。